お、うわー取れた。でねー謎の塊になった。何これ。とりあえず東京の専門の研究所に持っていく。どうも皆さんこんにちは。どうも大丸屋のトールです。トウジです。大丸屋 in どこ、何キャンプ場ですか。本州キャンプに来てます。はい、今日はですね、はい、ガチキャンプ会ということで、今日は4人でキャンプ来てます、うん、はい、山口県下関市の三坂なんとか自然のね登りっていうね、うん、出てます、はい、でキャンプを今日はしたいと思います、はい、すごいキャンプ好きでめちゃくちゃこだわりのあるうまいさとしさんと、普段から野営を楽しんでるキャンプじゃない青い高校生と、最近の流行りに乗ろうとしてる僕と、そしてお嬢と、噂をすればその4人でやっていきたいと思います。というわけで、はい、やっていきましょう。レッツゴー。ドゥッツドゥッツドゥッツ。春の津屋崎キャンプコレクション。ドゥルドゥルドゥ。キャンプはね、金かけてなければないほど荷物が多くなる。こうならざるを得ないと思ってない。まあこれ半分だからね。そうやね。こんな近くで水汲めたら幸せですね。ね。うわー。プリンター。何がこれ、じゃがいも。これ何？目閃光弾？何マジでなんすかそれ。ああはいはい、テニスボールね。これあの古代の生物に水中なんかこんなんいましたよね。パタゴニアじゃねえや。そんな名前です。あのどこの会社のヘリノックス。ああ有名なヘリノックスさんですね。ヘリノックスできた。俺もほら。うん、おっす。それ壊れてるしよ。え、壊れてるの？本当だ。みんなでご飯を食べる場所を一箇所にするんだったら、真ん中のそこの端っことかにみんなでここテント立てて、当時は観測集、そこから命死が来た時には金をランナーしてくれて、で俺があのレンガの家建てたらバッチリした。頼んだろ。観測にして。観測無理だ。観測は一番若くて目がいいやつだ。ご飯食べる。はい。ノークイムシがいっぱいおる。うん、人いるよ。あー嫌い、めっちゃ嫌い。気づいてしまったね。気づいてしまった。カヤ持ってくればよかった。よし、テント立てるか。うん、どう？そう、どう？どうもない。オッケー。悪くないってことね。どうもない。オッケー。意外と大きい。あ、するほどないよ。軍用品を集めたやつが多い。あれか、噂のめちゃくちゃ暑い。真冬に裸で寝ても暑かったやつ。じゃ当時の青い世界に行こう。Welcome to Blue House。本当に青い。いや、やばいよ、マジ。青いね。これどういう、違うよ。いや俺もあのこうしようって思ったわけじゃないけど、グッズ揃えろじゃあ。一人が寝るって感じね。あ、そうです。でこの山歩き用のがワンポールにしてるわけね。そうそうそう、これ2本ですけどね。なるほどね。あ、2ポールね、はい、コンパクトで。そう、コンパクトに、うん、あれ何これ、泥水みたいな。これバームクーヘンの生地。ははは、びっくりした。泥水持ってきた。プロテイン持ってきた。違う、プロテイン。いや、でもちょっと入ってるっすよ、プロテイン。ホットケーキ。何で火つけたんすか？燃料。コスパがいいね。フェザースティックした方がいいかな。あ、でも、やりたかったらやった方がいいと思う。ダメだ、笹がきみたいになる。いや、上手にごぼう剥いたみたいになるんだけど。いや、もういっそごぼう剥けばいいから。急に2、3時間。急におじさんが来た。右は動かさない。左を動かさない。で、左腕をグッと下げる。もっと押さえるように。わかったか。
意外と力使ってるのね。いや、そう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 。発火させないように削って、溜めて、とどめを刺す。そうそうそう。ガーってやって、ついたって。いい顔してた。みたいな。あ、まだ真理の向こう側は見えてない方ですね。俺、そんな錬金術師並んでいいんですよ。扉が。おぉ。こっから、さっきみたいに枝を。酸欠。結果ハーハーなるんですね。すごいねそれ。火ができちゃった。練習せんでよかった。せないか。このキャンプ中にもう一回ぐらい自力でやってみる。何作ったのそれ。あ、上手に焼けましたね。ね。こっちでしたい。こっちでしようよ。うん。何しよ、トミチ何しよ。皮むき。不思議。皮むきたいんよ。ただ苦手。そのために買ったんよ。そう。あったかい今日。特に比べればいっぱい。あー危ない。自分の手に向けて切る。抱き込むように。何個指があっても無理やん。ジョルノ・ジョバーナがおらんと無理俺それ。今日何作るんですか。よくぞ聞いてくれたね。今日はキャンプといえば定番のあれだよ。カレー？ビーフシチュー。まあだよな。うん、ねえねえ、ビーフ買ってないよね。うん、あの全部や買ってね、レシート見た後ポークって書いてあった。ビーフなんて一個も買ってなかったもん。普段買い物しないのがバレバレやな。買い物も調理もしない。まあ聞いてくれよ。ごめん。ポークシチューです。ミニク食べていいですか。うん、手以外がみんなナイフで食ってるのに。めっちゃ砂ついた、どうしよう。食べよ。いやもう量が違う。あ、それゾロが食べるやつやん。ゾロ一貫の第3話。うまっ。やっぱキャンプは鶏肉だな。豚肉もいいよ。はい、取ったよ。黒と青と黄緑の頑張り。危な、危な。頑張れ。シチューっぽい。いいね。せーの。トゥ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 。俺ちょっと川遊びしてきます。いいね。そうだね。かけるんだね。え、嘘。塗るんだと思った。え、マジで？回したい棒がありました。どうでしょうね。正解を知らないからちょっと何とも言えん。そうなんですね。このペースだったら2ヶ月かかるくらい。どうする？どっからどうする？ちょっと太い方から口つけてふわってやって。楽しいこれ。来てくる。ゲームクリエイター的な脳みそで言うとそれはもうねやべえやつ。ウロボロフ。できた？イエス。笑うなよ。うわー取れた。ねー、謎の塊に。何これ。とりあえず東京の専門の研究所に持ってく。切るよ。あ、お、いいんじゃない。せーの。おお、思ったよりは。あ、バームクーヘン。バームクーヘン。おお、やった、できた。バームクーヘン。できたね。うん、ウロボロスの名前は炎上ね。バームクーヘンどうする。はい、とまあこんなもんです。すごい。そうになってる。そうなんですね。ねえ。締まりが悪い。うまっ。もう一緒にこの、おい、洗剤かけようって言いながら洗うのがいいね。
強い。板切るんかっていうぐらい強い。フィッシュアンチップ。すごーい。ただ、あ、フィッシュうめえ。イギリス超えたね。結構ハードル低い。超えてる。キャンプでバームクーヘンとコーヒーをいただこうではないか。優雅であるね。優雅であるよ。いただきます。いただきます。あ、うん、香ばしいね。あ、うまいなこれ。大きい。炭の香り。ちょっと焼き鳥も思い出すような。炭のね。うん、甘だれつけてもうまいぜこれ。おいしい。うん、すごいね掃除。ありがとう。あーいいっすねその肉。やばい急に出してる。すんなやつね。うん、なんでこんななんだろうね。あんだけ罵ったのに。あんだけね植物やったら枯れるよ、ね、あんなののしったら